ジアンロックライジング。はい、皆さんごきげんよう。今年はですね、日本各地の梅雨入り早いようでね、関東でもこの早さの入梅はですね、ちょっと調べたところによりますと48年ぶりということですね。私の住んでいる東京都内でももうね、雨が降る日がやはり多い気がします。そしてね、ちょっと前はね、風が強い日が多かったんですけれども、それを利用しましたね。私はここ1年くらいですかね、干物を作るのにハマってまして、いろいろ試しているんですけども、そのね、風が強いからもうラッキーと思いつつね、何度もやってたんですが、先月はね、ヤガラという口のね、長い魚がいるんですけども、ご存知でしょうかね。まぁ、ちょっと調べていただくとわかると思うんですけども、そのね、ヤガラを買ってきまして、ちょっと干してみようかなということで、カゴに入れて干してたんですけれどもね、ちょっとあまりにも風が強い日だったんでね、干してるカゴごと風に飛ばされて遠いお空へ消えていきました。もう、ね、気づいてすぐにね、近所を探し回ったんですけれども、一体どこへ行ったのやら全く見つかりませんでしたね。もう、もし干物用のね、カゴに入ったヤガラちゃん見つけましたらね、それはもう私のヤガラちゃんですからね、ぜひご一報ください。絶対ね、美味しくなったはずなんですけどもね、食べれなくて非常に残念です。まあ、本当最近はもうこんな感じでね、趣味がすっかり年寄りじみたと言いますか、まあその年寄りじみたっていう言い方は良くないですね。まあ言い換えるとですね、ちょっと何ですかね、和風の趣味になってきたというか、昔でしたらね、もう興味のなかった盆栽とかもね、もう無料の展示会場を見つけるとついつい立ち寄ってしまうようになりましたね。盆栽のどういうところにね、心を動かされるかっていうのはね、まあ、ここで話すことでもないような気がしますからね、まあ今回省略しますけどもね、ちょっとね、始めてみようかと思いつつも、盆栽がですね、趣味の方はやはり近くにはいませんからね、私の場合は。ちょっと敷居がしかも高いような気がしてますんで、まずね、手始めに何をしようかと思いつつ、いえ、この間スーパーに行って見つけましたね。カイワレ大根ってやつですよ。種を買ってきまして育ててみることにしました。ペットボトルをね、半分ぐらいに切りましたね。ティッシュペーパーを詰めて水をあげるだけでもうすくすくと育ちますんでね、なんかこう見てるうちにちょっとだんだん可愛くなってしまいまして、一日にね、もう何度もこう見ちゃうんですね。今はもう、最後に日光に当ててね、緑を強くして食べるっていうその段階なんですけどもね、こんなにね、愛おしいカイワレちゃんを私は果たして食べることができるのでしょうかということで、まあどうでもいい個人的な話から入ってしまいましたが、すっかりね、今回の一曲目にこれからどうやってつなげてよいのかさっぱりわからなくなってきました。で、まあね、いきなり曲に行こうかなと思うんですが、ここはやはり今までのね、オープニングの形式を踏襲して見たいんで、強引にね、連想ゲーム方式でいつも通りですけどね、行きましょう。まあなので、カイワレといえば、カイワレといえばですよ、カイですよ。カイ、カイといえばもうシャコとか、まあいろいろあるんですが、ホタテですね。ホタテ貝といえばですよ、やっぱりもうこれは誰でもすぐにピンときますね。安岡力也さんでしょ。安岡力也さんといえばもう何ですかね、シャープホークスですね。シャープホークス、シャープホークスからどう行けばいいのかわかんないんですが、そう、何でしたっけ、あれだ、海へ帰ろうというね、曲がありますけれどもね、もうこれでいいでしょう。やっと見えてきました。海といえば海鳥でしょう。海鳥といえば今回はこれ、アルバトロス。まあなんで海鳥とアルバトロスかっていうのは、まあそれはちょっと調べてればすぐわかりますからね。今回ご紹介するアルバトロスはですね、インドのバンドなんですが、これはもうホラーをね、コンセプトにしたバンドなんですね。まずは曲を聴いていただきましょう。ジメジメとね、もう蒸し暑くなってきましたんでね、こういうのもいいんじゃないでしょうか。インドのアルバトロスで In the Court of Crew。
今回の放送1曲目はインドのホラーメタルアルバトロスが2010年ですねリリースしました EP Dinner is You から In the Court of Cool を聞いていただきましたけれども、皆さんのね想像する通りもうねキングダイヤモンドからの影響は大きいわけなんですけれども、モノマネというわけではありませんね。インドも広いですしね、もう人口も多い国ですから、いろんなスタイルのバンドが出てきて当然といえば当然なんですけれども、このね
徹底したホラーコンセプトで、なおかつこのクオリティの高さっていう部分を踏まえるとするならばですよ、やはりね、インド初のホラーメタル、それはアルバトロスだと言って良いかもしれませんね。では少しね、バンドについてお話しいたしましょう。このアルバトロスはですね、オールドモンクというね、ブルーズとかロックンロール主体のバンドに在籍していたリジュ・グプタというね、ベーシストがですね、2007年にもっとヘビーな音楽をやっていきたいということで、曲ごとに違った自分のね、お気に入りのミュージシャンたちを寄せ集めてやっていこうとした個人的なプロジェクトなんですね。ちょうどね、そのあたりにリジューはですね、あのデモニックレザレクションでおなじみディーモンスティーラーのね、別プロジェクト、ワークショップというバンドがあるんですが、それに誘われてますんで、実はね、そのディーモンスティーラーなんかとも曲を制作しております。そんな調子でですね、数曲レコーディングしようとしていたリジュなんですが、やはりね、曲ごとに違ったミュージシャンと作業をしていくというのはね、非常に面白いものができる反面、苦労が絶えないなということで、今回ですね、固定メンバーを探してきちんとしたバンドとして活動をすることにした。それがね、アルバトロスの結成に至る経緯なんですけれども、では、なぜにね、ホラーなのか。そのところをですね、リジューに聞いてみましたところですね、まず、第一に彼はね、スティーブン・キングとか、ピーター・ストラブとか、H.P. ラブクラフト、それからエドガー・ランポーとかね、ディーン・クンツなどの作家をですね、昔から好きでその作品に親しんできたということがあるようですね。ちなみに、彼はですね、日本映画のリングも見ていてですね、この手のものの中ではトップクラスの怖さだと褒めておりました。確かにね、私も、何人かのアジア圏のミュージシャンとね、ホラー映画の話をすることがたまにあるんですけどもね、皆さん、リングに関してはね、それなりに評価が高いんですね。まあ、それと合わせて、お前の一番怖かった日本のホラーを教えろって、よく言う、これもね、一緒についになって言われるんですけども、それはね、やはり、もう僕としましてはですよ、70年代から80年代にかけての、あなたの知らない世界一択だと、答えるようにしてますけども、夏のね、昼間なのにね、あれは十分すぎるほど寒くなったのを覚えてますね。放送中何度もね、あの再現ドラマですか。あれやってる最中何度も後ろを振り返らせる。そういう怖さがありますね、あれにはね。ただまあ当時あなたの知らない世界、あの番組を見ていた人にしか多分ね、この気持ち伝わんないと思うんでね。そんな話をしても、ふーんで終わってしまうのが悲しいところなんですが、まあ、ということで話の続きいきますけども、そんなね、リジュ。ホラーファンを長年やってきたんですが、彼の人生を変える、その転機となったのは、キングダイヤモンドなんだと言っておりました。もちろん、キングダイヤモンドのね、マッシフルフェイト自体は昔から聞いていたらしいんですが、その、キングダイヤモンド名義の作品っていうのはね、ここ4、5年前まで触れていなかったということで、ある日、その、地元ムンバイのレコード店で、何気なく目に留まったキングダイヤモンドのね、アビゲイルというアルバムがあるんですが、それをね、手にしたその日、人生の目的と意味合いが一変したということですね。よりダークサイドへ移っていって、自分が何をすべきか、そういうことがね、瞬時に分かったんだということで、ホラーコンセプトのアルバトロスなわけなんですね。で、2010年にリリースされた EP、Dinner is You なんですが、ジャケットの絵はですね、テーブルが描かれてるんですね。そのテーブルにはですね、ワインとか料理が乗っかっているんですが、お皿の上にね、生首も乗っておりましてね。それで、Dinner is You と。そういうことになっているんですが、これはどういうことかと尋ねましたら、とあるパーティーに男性が招待されて、いざそこへ出向いてみたら自分が、ディナーになってしまったよというね、食人ですね、カニバリズム、それが
コンセプトになっているようですね。先ほど紹介した曲 In the Court of Cool にも出てきた言葉クールなんですけども、このクールというのは病気でしてね、昔ニューギニアの部族が行っていた食人によって発症した病気なんですよ。で、リジュの考えたストーリーというのはそのあたりまで含めて触れているんだということなんですが、この元々のアイディアの出所となったのはですね、マイケル・スレイドというね方が書いたカット・スロートという本があるんですが、彼はそこからアイディアのヒントを得たということですね。リジュはですね、何か面白い事柄に出くわすと物語をね、そこから想像していくというね癖があるみたいで、今回のコンセプトもまたね、そのカットスロードという本を元にして広げていったコンセプトということらしいですね。というのがまあアルバトロスなんですが、いかがでしょうかね。バンドはもうフルアルバム用の曲作りを行っていたんですけれども、別のね興味深い仕事が急に舞い込んできたということで、一旦作業は中止してしまってるようですね。個人的な何ですかね、希望的観測ではですよ、来年早々には出てくるかなと、ニューアルバムがね、フルアルバムが出てくるんじゃないかなと思うんですが、どうなるんでしょうか。まあそればっかりはね、多分本人たちにもわからないでしょう。ちなみに、今回の EP はですね、キングダイヤモンドのギタリストアンディ・ラロックがマスターリング行っておりまして、その彼をもってしてアルバトロスのサウンドは本当にクールだと言っていたようです。彼らのアルバトロスの新しい音源に期待しましょう。まあなんと言いますか、ホラーと一口に言いましてもですね、いろいろありますけれども、私はねグロい猟奇的なホラー映画っていうのは結構ね苦手な部類なんですね。なのでまあギニーピックはまだしも、オールナイトロングとかね、グロテスクとかあったじゃないですか。そういう系はねあまり好んでは見ない方なんですけれどもね、邦画じゃなければまあある程度距離を置いて鑑賞できますからね、海外のものを見ることがあるんですけれども、ちょっと前にね話題になっていたタイのアートオブデビルというシリーズ、もう3とかまで続いてるんですかね、4とかわかんないですけど、多分3まではあったはずなんですけどね、回を重ねるごとにね表現の過激さ、まあ痛々しい場面増していく一方でね、なかなかのものでした。どんなシーンがねそこにあるのかっていうのはね、もう口で言ってもしょうがないんで、気になる方は各自でご覧になってみてください。で、いやーやっぱね、俺にはこのくらいが限界だなーなんて、それを見ながら思っていたところですね。いやーもうアジアのホラームービーだったらやっぱりアートオブデビルシリーズしかないだろう、おいお前って言ってきたのがこちら、シンガポールのホラーメタルバンドサイコ。
かがでしょうか。シンガポールのホラーメタルバンド、サイコの今年頭にリリースされたデビューアルバム、ペインアディクトピッグスからマーテルラクリマルム、マザーオブティアーズをお送りいたしました。今回はね、ホラーつながりでインドのアルバトロスと同じホラーといってもですね、このサイコはもっとえぐいですね。血なまぐさい暴力的な音となっております。もっともね、映画だったらアートオブデビル最高と、ゾンビもギニーピッグも、そしてイーブルデッドも大好きだと言っている人たちですからね、こういう音になるっていうのはもう当然といえば当然なのかもしれませんね。さて、こちらもシンガポール唯一のホラーメタルと言って良いと思いますけれども、結成はですね、2005年、ボーカルのペニー・トーチャーとそのいとこであるギターのブライアンを中心にですね、ブライアンがベーシストとして JY という人を引っ張ってきたことによってバンドがスタートするわけですね。その後ドラムのバイロンが加入して2008年にメタルマッドネスというデモをリリースするわけなんですけれども、実はこの時点ではね、まだバンド名サイコセラピーというバンド名を使用しておりました。音楽性もですね、現在に通じるちょっとデスメタル的なスタイルの曲っていうのは確かに1曲だけあったんですが、その他はね、もっとハードロックっぽかったり、ロックンロールっぽかったりね、または普通のヘビーメタルな曲だったりね、スタイルを分けて楽曲を作ってまして、後からね、話を伺ったところによりますと、自分たちのスタイルをあの頃は模索して実験していたんだということでしたね。その後ですね、バンドはデスメタルと呼んでもいいようなヘビーな楽曲にスタイルを移行していくことに決めまして、まあ今のスタイルですね。それと同時にバンド名をサイコと、サイコセラピーからサイコと、そのイメージにね、ふさわしいものへと変えていきました。そしてリリースされたのが今回の Pain Addict Picks というね、アルバムなんですね。ジャケットもなかなかいい雰囲気持ってましてね。こちらはウォームロットというバンドがいるんですが、そちらのメンバーが手掛けています。死者がね、こう生きている人を食べているっていう、なかなかまあまたそんなのかっていう話なんですが、そういうジャケットなんですけどもね、内容の方はと言いますと、実際はですね、ただまあグロテスクな描写をしているだけというわけではなくてですね、覇権統治だったりとか、宗教問題についてとか、あとはまあ宗教にのめり込み、りすぎる人の話ですね。あとは、まあ統合失調症といった部分をですね、スラッシュとかデスとかブラックメタルの要素をミックスしてえぐるようにして描写していくということなんですね。確かにね、今聞いていただいたように楽曲自体すごくかっこいいと思うんですけども、私はね、歌詞を手掛けるペニー・トーチャーの姿勢に心打たれたんですよ。彼の話によればですよ、歌詞は個人的な経験、または悪夢、フェティッシュなどいろんなところからヒントを得ているようなんですけれども、その自分の作ったストーリーにまずは完全に入れ込むことから入るようですね。例えば女性をつけ回して、取って捕まえてめちゃくちゃにするという話の場合はですね、まあそういう歌詞があるんですけども、主人公になりきって、通りを歩く女性をね、何時間も見つめて湧き上がった感情を歌にしたためたということですからね。なので、もし、彼曰くですよ、強姦の話を書くなら、まずは強姦者になりきって、まずはそうですね、その思考を理解し、そこから出てきた言葉で詩を書いていく。それこそがリアルだと。それが本物なんじゃないのかなと、彼は言っておりました。このね、徹底したプロ根性。まあ、プロ根性とか言うとなんかすごい安っぽくなるんで嫌なんですが、そういうね、こだわり。それが、より一層このね、最古のホラー、メタルに対するリアリズムっていう、それをね、増してるんじゃないかなと。それも間違いないなと思いますね。なので、もしお持ちの方はもう、歌詞をじっくり読んでいただいて、まあ、ちょっと怖くなりますからね。本当に。そんな入れ込んで書いたのかと思うと怖くなるんですが、まあそれを読みながら音楽を聴くと、よりそのサイコの凄さがわかるんじゃないかなと思います。ということで、私はこのシンガポールのサイコ、そしてインドのアルバトロスはね、アジアを代表するホラーメタルバンドになるかもしれない良いバンドだなと思っております。そして、今更ながらに
付け加えますけどもね、この2バンド、ステージ上でもなかなか、凝った演出しますからね、そういう部分も含めて、いいよと言っておきましょう。新たなる可能性はアジアから、タイ、マレーシア、インドネシア、インド、モンゴルなどアジアの様々な国のプログレからデスメタルまで紹介するアジアのロック専門通信販売店、アジアンロックライジング。ホームページは www.asianrockrising.net。 さて、前半ではホラーメタルを2バンドご紹介いたしましたけれども、全国的に梅雨入りもしているということですし、そのドヨンとした雰囲気、ジメジメっぽさをさらに濃く塗りつぶしていきましょう。まずは曲を聴いてもらいます。キメラのセカンドアルバム、ソリタリーインパクトから、アッサイレントサレンダー。
今回の後半1曲目はレバノンのアトモスフェリックドゥームデスメタルバンドキメラが2010年にリリースした2枚目のアルバムソリタリーインパクトからアサイレントサレンダーを聴いていただきました。このバンドはですね、もう本当重くて暗い雰囲気を作り出す術に長けてると思うんですけれども、いかがでしたでしょうかね。アルバムの中にはね、もっと重苦しい楽曲とかもあるんですが、今回のねアルバムのポイントの一つとしてオリエンタルなメロディーの導入っていうのがね挙げられますから、そういうのが分かりやすい曲をあえて選んでみました。バンドの結成はですね2000年ということで、もう活動歴は10年をね超えたわけなんですけれども、当初結成当初はですね楽しむだけのカバーバンドだったということらしくね、こういう風に活動が本格的になるなんて思っても見なかったとね、メンバー言っておりましたけれども、実際ですねロシアのレーベルと契約しまして2枚のアルバムをリリースして、昨年はですねチェコで行われた、マスターズオブロック、これに出演しておりますね。最近はもう本当あちこちで大きめのフェスティバルが開かれてますんでね、把握するのが大変なんですけれども、2010年のマスターオブロックではですね、もうなかなかですよ。マノウォーとかね、デストラクション、ビヘーモスとかね、アナイアレイター、あとはガンマレーとかね、他にもドロとかアクセプト、その他ローディーとかエピカ、プライマルフィアーとかが出演してましたからね、結構なもんなんじゃないでしょうかと思うんですが、実はね今年ももうすでに大きなフェスの予定がバンドの方入っておりまして、トルコでもね非常に有名なのがありますが、ユニロックフェスティバルの出演が決定しています。こちらもね Between the Bloodied and Me と、そしてハマーホールと、カタトニア、メイヘム、オーペス、もうねすごいかぶれが参加予定なんですが、そこにこのキメラが入るということで、徐々にね知名度を上げてきてるなと感じさせますね。で、今回のまあと言ってもですね、実はこのアルバム1年前にリリースされた作品なんですけれども、オリエンタル要素の導入のほか、女性バイオリニストミリアの加入っていうのもポイントになってると思います。彼女はですねクラシックの大家はもちろんのことなんですけれども、メタルでしたらもうマイダイニングブライドとかドラコニアンとかアナシマが好きだということで、このね暗い旋律聞いてるとなるほどなと思わされるんじゃないですかね。しかしながらですよ、今回ファーストアルバムに参加していた女性ボーカリストがおりません。バンドもね、もう探す気はないみたいですね。でも今の曲ね女性ボーカル入ってたじゃないかと思われる方いらっしゃると思いますけど、私もねこれは誰なんだと疑問でした。ブックレットの方にもね記載がないんですよ、おそらくね、まあ見たんですけど、で実はねそれ誰なんだって聞いたら、いやそれはモナ・バシルというね友人を寄与してゲスト扱いでの参加ということなんだと、リーダーである JP ハダと彼に教えていただきました。もうね私はレバノンとかね行ったことありませんので、ワインがね作れちゃう地中海性気候だという知識ぐらい、ほんとそのぐらいしかないですかね。あとはまあ戦争がねっていう話はもちろんそうなんですが、まあとにかくね音がすごい湿ってるんですよ。なんかもう湿度がすごい暗くてムシムシしてるようなそんな音なんですけど、このね湿度の高い音をねこの梅雨時期に聞いて楽しんでいただきたいなと私は思っております。バンドはすでに、3枚目のアルバムの楽曲を書き上げているということですんで、まあレコーディングとかね、マスタリング、ミキシングとかまあいろいろまだまだあるんでね、どのぐらいになるかわかりませんが、来年あたりリリースされればいいなと思ってるんですよ。まあ勝手にね私が。まあ今後ゆっくりだとは思いますけれども、徐々に知名度を上げていくであろうと思われるレバノンのアトモスフェリックドゥームデスメタルバンドキメラをお届けいたしました。さてちょっとオリエンタルなねメロディーを使った曲を聴いていただきましたけれども、その地域その国だからこそできる、そして意味があるメロディーっていうものがあると思います。今回の最後の曲は
インドネシアのエピックパワーメタルバンド、ロードシンフォニーの曲をお届けいたしましょう。Putramu oneng perang Pancen poro pandowo Dudu duwekmu Nanging kabungane gusti
でしょうか。インドネシアはジャワの伝統音楽を盛り込んだエピックパワースピードメタルバンドロードシンフォニーのデビューアルバムバラタユダパート1からザ・ジャーニー&リリースを聞いていただきました。実はねもうかなり前にこのラジオでもデモの段階でご紹介しましたんで、覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。もういたらありがたい限りですけれども、あの時はですね、伝統音楽の要素はありませんでしたので、ちょっとね、印象が違って聞こえたんじゃないんでしょうか。ジャマのね、伝統音楽とこういう感じのメタルの融合っていうのはね、馴染みのない方にはかなりインパクトの強いものなんじゃないかなと思ってますから、ここではね、それを象徴するような最もその伝統音楽の影響が出た曲っていうのをね、独断でご紹介させていただきましたけれども、マネージャー的にはね、いや、やっぱ俺はザ・ジェラシーという曲がおすすめなんだと、強く押していましたんで、わかりました。そちらを BGM にちょっとだけね、バンドのことをお話ししていきましょうかね。で、インドネシアのロードシンフォニーなんですけれども、バンドがね形作られたのは2005年の年末でありまして、それまではね各自バラバラにいろんなバンドで活動していたメンバーが集まって結成されます。その中にはですね、ハロウィンのトリビュートバンド、ハロウィン、ドイツのハロウィンですね、ハロウィンのトリビュートバンドに在籍していたメンバーもいますけれどもね、このロードシンフォニーというバンド、アルバムをちょっと聞けばわかると思うんですけども、ハロウィンの影響はやっぱり強いですね。あとはコンセプト的にはラプソディオブファイヤーとかを下敷きにしております。そして歌メロに関してだったらね、ボーカリストが好きなんですね。バイパーとかアングラのアンドレマトスとかね、あとはチョコッだけですけど、僕はねクローミングローズの初期をファーストアルバムですね、彷彿とさせる部分もあるなと思いました。ただ曲作りを行っているのはギタリストのファッドモンスターなんですけれども、彼はねメガデスがね、まあ、ハロウィンも好きなんでしょうけど、メガデスがかなり好きだということで、そういう意味ではですよ、やはり普通のメロディックスピードメタルのバンドとはちょっと違ったというか、まあひねくれた部分が出てくるというのは僕は納得いくんですけれどもね。まあ音楽性に関してはまあ聞いていただいた通りですんで、下手な説明はもうね必要ないんじゃないかなと私は思いますけれども、バンドはね、2007年に試験的な意味合いでデモを制作します。それがこの間というか、まあ、だいぶ前にかけたものなんですが、これはまだ伝統音楽との融合っていうのはしておらず、
そしてね、比較的ストレート、まあストレートといってもヨーロッパ圏のその手の類のバンドとはまた少し違ったメロディックスピードメタルでしたけれどもね、しかしながらこの手のタイプのバンドっていうのはね、インドネシアではもう絶滅危惧種となって久しいわけですから、15年ぐらい経つんじゃないですかね、私の知る限り15年、まあもっとでしょ、なのでね、マニアの目を引くことになるわけですよ。そんな中、2008年だったはずですけれども、インドネシアにあのハロウィン、彼らがやってくることになりまして、そのオープニングアクトをね、2、3バンドを選出しようという話が持ち上がりましてね、その関係者の目にこのデモが強烈なインパクトを与えて、見事このロードシンフォニーはハロウィンの前座のバンドのうちの一つを務めることになりました。もうね、憧れのハロウィンですからね、バンドにとっては。ついついね、話はできたのかと私聞いてしまいましたけども、どうやらね、あのギターのサシャに会って写真を数枚撮ったのみだったということでした。まあそれはそうとですね、その後約2年のプリプロダクションを経て、2010年に今回ご紹介したこのバラタユダパート1というデビューアルバムをリリースすると、そういう流れになっております。歴史としてはまあね、2年ですよ。2年とはなかなか今回時間かけたなと思ったんですが、その部分ちょっとね聞いてみたところによりますと、作曲担当のねバドモンスター、彼はですねもうすごいですよ。神から与えられし才能で、必要とあらば1日に2曲でも3曲でも作ることができると、そういう才能を持った方なんで、実際のところ作曲というよりは制作費の調達とかやりくり、そういう部分でね苦労していたということらしいですね。ただなんとなくね、タイトルだけ聞いてもお分かりになるかと思いますけれども、今回のアルバム、コンセプトアルバムとなっておりまして、バンドはもうね、普通にそのじゃあ俺たちインドネシアのバンドだからちょっと伝統音楽入れちゃおうかっていう、そういう軽いねノリというだけではなく、まあ、そういうノリで作ったんではなくてですね、意味のある融合ということで、テーマ、これがまたすごいんですね、マハーバーラタっていうね、古代インド発祥の壮大な叙事詩あるんですけども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。わかんない方はもうまたささっと調べていただければいいんじゃないでしょうか。それがですね、まあインドネシア、まあ何世紀ですかね、10世紀ぐらいでしょうか、まあ伝わってですね、アレンジが加わってオリジナルなものをインドネシアで生み出すんですよ。それが、今回バンド、そのマハラーバタインドネシアバージョンなんですが、その物語の後半ですね、最後の壮絶な大戦争を描いたパートがあるんですが、そこがバラタユダっていうんですよ。それを取り上げております。この辺りの話ね、まあちょっとしてみたいんですけど、私はねその壮大な叙事詩物語読んだわけではございませんので、詳しいことは説明できずお恥ずかしい限りなんですが、大変そうですよ本当。これ訳すのも大変って言ってましたからね、読むのもきっと大変なんでしょう。まあ興味のある方を探せば大体のストーリーをね本当解説してるものに出会えるはずです。ということで、この話自体は結構ポピュラーでありまして、インドネシアの影、ワヤンですね、取り上げられる題材となっておりますんで、きっと、旅行とかされた方、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。まあそれはともかくですね、この題材を歌にまとめる、これ苦労したんじゃないのって言ったら、そうなんだ時間かかったと言っておりましたね。やっぱそういうのもあるんですね。もちろんね、後半のバラダユダの部分を扱うというだけでも簡単にはいかないことだということで、今回のタイトルを見てお分かりの通り、次にリリースされるのはバラタユダパート2ということですね。まあ一作じゃ収まんないよということです。でここで私が気になったのはね、インドネシアの伝統音楽とメタルの融合によってね個性を出しているロードシンフォニーですけれどもね、このバラタユダのテーマ自体が終わった後はどうなるかというところですね。つまり今後もインドネシアの伝統音楽とメタルの融合っていうのは続けていくのかという部分聞いてみたんですが、今はジャワの音楽を取り扱っているけれども、インドネシアも広くてね、各地それぞれいろんなスタイルがあるから、それを研究してこのメタルと合わせた
それを続けていくつもりだと答えてくれました。また彼らはですね、インドネシアのメタルバンドにしては珍しく国外でも名前を売って海外のフェスなんかにも出てみたいという希望を持ったバンドなんですね。ですからまあ普通の特徴のないメタルでしたらね、ちょっと難しいなって正直思うところあるんですが、彼らにはね、伝統音楽との融合という強み、そして母国インドネシアに対する誇りを持ってますからね。歌詞も英語とインドネシア語両方使用しております。まあその辺もラプソディに影響を受けたと言っておりましたけども、まあね、なおさらその地域性っていうのが出てますからね。今ではバイキングだとかフォークとかペイガンとかね、そういうメタルのいろんな強烈なメロディーとか思想を持ったバンドはね、自然と受け入れられていますから、おそらくねこのスタイルも同じような感じでヨーロッパ圏受け入れてくれる可能性はあると思っております。またね、彼らが第一線に出て頑張ってくれるとするとですよ、その十数年も20年近くですよ、20年まあ言ってないか、16年とか17年とか、まあそのメロディックスピードメタル、パワーメタルというジャンルがねインドネシアでちょっと衰退していったこともありまして、そういうねシーンがまたひょっとしたら帰ってくるかもしれないなと勝手に思っているんですが、実はメンバーもちょっと思ってるようですね。まあそういうことももろもろ含めまして、トータルで私はこのロードシンフォニー、まだまだね成長していかなければいけない部分多くありますけれども、応援したいと思っております。ということでお送りいたしましたアジアンロックライジング、今回はねちょっとメタルオンリーとなりましたけども、個性的なバンド、その国のね代表バンドのうちの一つになりそうなバンドも含めてお届けいたしました。今回ご紹介したバンド、アルバトロス、そしてサイコ、キメラ、ロードシンフォニー、こちらはですね一応すべてアジアンロックライジングでも取り扱っておりますんで、もし興味がありましたらちょっと覗いていただければなと思っております。まあそれはそうとですよ、まあそれはいいです。この番組が皆様のね暇つぶしになっていれば私としては幸いでございますということで、今回も前回からかなり間が空いてしまいましたけれども、実はね紹介したいバンドかなり溜まってるんですよ。なので次回は何としてももっと早くこの放送をお届けできるようにしますので、まあ待っててくれとは言いませんけども、まあたまに覗いてくれればいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。それではこの辺で私は失礼いたしまして、愛しのかいわれ大根ちゃんとイチャイチャしちゃおうかなと思っております。それではまた次回お会いいたしましょう。安全な野菜に乾杯。